こんにちは。カナダ在住の山達です。バイデンファミリーと FBI、内通者が40人以上いたトランプ首席補佐官もということで話をしていきたいと思います。 はい、えー、昨日、会員議長ようやく決まったとっていうことでね、よかったよかったっていう話だったんですが、えー、その、まあ、裏でっていうか、その後ですね、あの、バイデンファミリーに関する新情報が立て続けに出てきまして、おーおーおーってなってたんですね。はい、ということで、今回その件と、あとは、あの、今朝ですね、追加の話も出てきていたので、え、それを合わせて3つ皆さんに紹介していきたいと思います。えー、と、まずはですね、あの、連邦上院議員の中でも最高齢となっているのが、チャック・グラスリーっていう議員さんなんですね。もう、長老のような方なんですが、えー 彼が司法長官と FBI 長官宛てに出していたレターが昨日公開されたんですね。で、えっ、ー、と、グラスリー上院議員って内部告発者の権利を守る活動をしていまして、まあ、特に最近では FBI 内部告発者の多くがグラスリーさんを頼ってるんですね。あと、プラスであの、ロン・ジョンソンっていう上院議員もいいんですが、彼も同じような活動をしていますし、あとこのジョンソン・グラスリーコンビっていうのは、あの、昔からずっとバイデンファミリーの悪事を暴き続けている、そういう二人なんですね。 で、このグラスリーさんの出したレターっていうのが、まず2022年7月25日に話は遡ると。内部告発者の告発内容に関する資料であるとか、文書の提出を司法省 FBI に求めているけれども、何のおとさたもないじゃないかと。まあ、正直、あの、共和党は上院議会過半数を抑えてませんので、召喚状発行権限ないんですね。まあ、なので、強制力のないあくまでもお願いレターを出すしかやることはないんですが、 ま、なので、あの、正直、グラスリーさん本人も FBI とかが無視すんのは承知の上でやってると思うんですよ。まあ、でも、それでもあえて、あの、何にも出さないんだったらこっちにも考えがあるということで、えー、今回最初の具体例として告発内容を示すと。いうことで、まあ、何にもよこさないんだったらいいぞと。あの、今まで散々ね、この内部告発者の発言内容っていろいろとニュースになってきてたんですが、まだ明かしてないものがあったっぽいんですよ。 で、特に重要なもので、あの、もう何も出さないんだったらいいわ、こっちにも考えがあると。あの、もう洗いざらい出してやるからなっていう第一弾が今回出てきたんですね。はい。じゃあこの最初の具体例って何だったかって言ったら、一時 FBI はバイデンファミリーの中に、 40人以上の CHS を配置してたっていうふうに言うんですね。CHS っていうのは、コンフィデンシャルヒューマンソースの、えー、頭文字を取った略称なんですね。えっ、ー、と、まあ、一般的に言うのは FBI 内通者っていう言い方ができますが、FBI 内通者を 40人以上、バイデンファミリーの中に FBI 持ってただろうって言ってるんですね。で、この内通者っていうのは、あの、担当の FBI 特別捜査官、ハンドラーって呼ばれるんですが、まあ、その人がつきまして、で、常にハンドラーと連絡取り合って、時と場合によっては、本当はダメですけど、犯罪行為が可能な場合もあるんですね。例えば1月6日事件なんかは、あれ、ハンドラーの許可が降りて、実際議事堂の中に突撃してた CHS もいるんですね。はい。まあ、なのでそういう風に犯罪行為ができたりとかするケースもあるんですが、はい。えー まあこういう風だとか、あとはあの、単なる情報提供者として、ハンドラーにあの、逐一報告するだけの CHS もいるんですが、まあひとまずこれが40人以上。 バイデンファミリーの中にいたと。で、あの、ファミリーの中っていうのはそのバイデンの血筋の人って意味じゃないですよ。その、バイデンファミリーと仲のいい人たちの中に40人以上っていうことなんですが、で、この、えっ、ー、と、対象3人いたと。えっ、ー、と、まず、ジョー・バイデン。で、ドヘンタイ息子のハンター。で、バイデンの弟のジェームズ。まあ、要はあの、バイデンファミリーの汚れた海外ビジネスの実態っていう時に、必ず出てくるのがこの3人の名前なんですよね。 で、この三人のもとに、古くから FBI はずっと内通者持ってましたと。で、えっ、ー、と、特にその報告内容っていうのは、刑事犯罪情報でしたよねと。じゃあ FBI さん、その報告内容ちゃんと捜査してたんですかそれとももみ消したんですかっていうのが、今回まず最初に明かされた内容だったんですね。 で、えっ、ー、と、実際今回のレターって7ページでかなり長いんですが、その中では、えっ、ー、と、この、じゃ具体的に CHS からの報告で有名なものを1個、時系列に沿って出してみようかっていうことで出されたのが、覚えてますかね、皆さん。内通者の報告書って FD1023 っていうフォームでまとめられるんですよね。で、えっ、ー、と、今年の夏前ぐらいから大きな話題になったのが、バイデンとハンターが、 ウクライナのガス企業ブリスマから総額10億以上の賄賂を受け取ってたっていう報告書があったっていう話、皆さんに何回か紹介し,たきしてましたけど、覚えてますかねあれの内容があの今回整理されてまた出てきたんですね。で、えっ、ー、と、もうすでに実物も公開されているので、過去の動画でいろいろ紹介してますので、ここでは簡単に振り返るだけにしておきたいと思いますが、FD1023 の中でまとめられていた内容、まあ、ざっくり言いますと、バイデンが 副大統領時代に5億の賄賂と引き換えに外交政策決めてましたと。この外交政策っていうのはアメリカ政府からウクライナに対する1000億円相当の軍事支援。 これをどうするかっていうのを見、えー何でしょう、何し身の、身の白金みたいな感じにして、えっ、ー、と、バイデンの言うことを聞かせたんですよね。えー、それが、このウクライナのガス企業、ブリスマの CEO、ミコラ・ズロチェフスキーに関するもの。このワイロもこのズロチェフスキーから受け取っ,たってたということなんですが、まあ、これらの報告はブリスマのアドバイザーさんが内通者として FBI に報告していました。で、目的というのが、えっ、ー、と、ブリスマの捜査への捜査もみ消しが目的でした。 えっと、ビクトル賞金っていうですね、検察長官が当時、えー、この、ズロチェフスキー含めてブリスマの追求ずっとやってたんですが、なんかサハメディアはね、賞金まともに仕事してなかったから解任されたんだっていうよくわからんでっち上げを言ってるんですが、あれ大嘘なんですよね。例えば、何回か紹介しますが、EU だってかなり賞金の働きっていうのは評価していましたし、あとは、ま、めんどくさいや。とりあえず、あの、賞金ちゃんと働いてました。はい。で、えっ、ー、と、まあ、それを、やめさせないと、 アメリカからの1000億円の支援いかねえぞっていう風にバイデンは当時のウクライナ大統領を脅してたんですよね。で、最終的に賞金解任っていうことになったんですが、えっ、ー、と、ちなみにこの時5億はバイデン、もう5億がハンターにも言っていて総額10億っていう話なんですが、えっ、ー、と、この証拠になる17本の音声をズロチェフスキー持ってるっていう風に言ってるんですよね。具体的にはバイデンの音声データが2本、ハンターの音声データが15本っていうことなんですが、ふと思い出したんですが、 あの、ニュースマックスっていうね、保守系メディアが、なんかバイデンが本当に終わりを迎えるような情報を出すから覚悟しておけよってちょっと前に言ってたんですよね。で、あれのデッドラインが確か今月末なんですよ。まあ、なのであと1週間弱ぐらいあるんですが、なんか出てくるんでしょうかね。ちょっと楽しみにしておきたいなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、とりあえずこんな報告書が出されてたんですよね。 で、えっ、ー、と、この内容っていうのが相当なんでしょう、ちゃんとしたものだったっていうことが今回レターの中でいろいろ書かれてるんですがえ、そもそもこの内通者の報告って最初いつあったかって言ったら2017年の3月だったんですね。 で、その後2020年6月に再聴収があり、えー、この報告書の内容って更新されてました。で、かなり前の動画でも、なんでこの3年後のタイミングでわざわざ内通者出てきたのかがよくわかんないね、みたいなこと言ったんですが、今回のレターでようやくわかりました。えっ、ー、と、これなんで、 この FD1023 っていうのが2020年にもう一回日の目を見たかって言ったら、ハンターに対する捜査っていうのがずっと水面下で行われてたんですよね。で、あの一環で、この報告書が、まあ、多分 FBI 隠してたのかなはい、隠してたものが発掘されちゃったんですよ。で、経緯を言うとですね、2020年1月に、あの、ジュリアーニっていうトランプ大統領の元顧問弁護士いるじゃないですか。ジュリアーニさんが実際にウクライナの現地で集めまくった情報っていうのを司法省に出しましたと。 で、3月に、司法省本部の指示で、ペンシルベニア州の連邦検察が、このジュリアーニ情報の精査っていうのを始めたんですね。で、この精査を始めたとき、時に、えっと、2017年3月に作成されていた FD1023 フォーム、その賄賂疑惑のものが発見されたんですよ。で、これを見て、ペンシルベニア州の検察としては、めちゃくちゃ重要な情報じゃんと。 で、これが本当なのであれば相当役に立つから、じゃあもう一回 CHS の人に再聴取させてくれないかっていうふうに要請しました。ところが FBI からは数ヶ月間の抵抗があったっていうことなんですね。まあ、ただ最終的に、えー、と許可が降りて、で、もう一回再聴取でやったのが2020年6月だったんですよ。 それで6月30日の更新バージョンが作成されたっていうことなんですが、ここでね、一個重要なのが民主党側って、今回のこの FD1023 っていうのは、ジュリアーニの報告内容だって言ってるんですよ。これ、あの、 大きなミスリードっていうか、思いっきり間違ったご情報なんですね。民主党議員ですらそれ言ってるんですが、あの、正確に言うと、ジュリアーニ情報が元になって、埋められていた情報が発掘されたっていうのが正確な言い方なんですよ。まあ、なので、あの、正直ね、FD1023 の内容とジュリアーニさんの報告ってめっちゃ似通ってるんですね。はい。なんですが、ジュリアーニ情報ではないよっていうことなんですよ。はい。何のこっちゃかわかんない人は気にしないでください。はい。え、とりあえずは民主党がアホみたいなこと言ってるっていう、そんだけの話なんですが、はい。で、話を続けますと、えーとこういう ですね、その、あら新しく CHEC に再聴取をしたところで FBI 本部で動きがあったんですね。ブライアン・オートンっていうですね、あの、分析関連のあの、トップにいるような人がいるんですが、こやつが、 あの、ハンターのパソコンに関する分析結果を取りまとめまして、結論としては、ロシアの影響力工作であるっていうふうに認定したんですね。これ、あくまでも、ハンターのパソコン絡みの話だったにもかかわらず、この FD1023、1013になってる。<laughs> 1023にも、えっ、ー、と、適用されてしまったんですね。で、これを、このオープンの、 え、間違った分析結果を元に9月14日には FBI の海外影響力タスクフォースっていうところがその内通者のハンドラーに連絡をしてえっともうあいつの話ご情報だからこれ以上絶対報告させんじゃねえぞっていう風に圧力かけたってことなんですねで、この FBI の海外影響力タスクフォースって名前聞いて思い出す人いるかもしれませんがこの名前あの検閲関連のところで何度も出てくる部門なんですよね FBI って、あの、特にハンターのパソコン問題に関しては、めちゃくちゃ検閲やったじゃないですかで。あの時に裏で動きまくってたのが、この海外影響力タスクフォースってところだったんですが、もう一個別に、この FD1023 フォームの弾圧というか、えっ、ー、と、揉み消しにも一枚噛んでたってことが分かったんですね。はい。本当に組織犯罪じゃねえかと思ってきたんですが、はい。で、えっ、ー、と、この時その担当していたペンシルベニア州の連邦検察官がス,カッスコット・ブラディっていう人なんですが、えっ、ー、と、その、 再聴取をしました。で、その再聴取をした内容の裏取りっていうのをしたりとかしないといけないわけなんですが、あの、ま、あとジュリアーニさんの報道、あの、情報の裏取りとかも含めてやる中で、もう見たことない制限かけられてたっていうふうに証言してるんですね。 で、例えば30日ごとに分析作業継続許可っていうのを FBI から得る必要があったと、これもまずありえないっていうことだそうなんですが、えっ、ー、ともうそのために数週間その裏取り捜査中断することもあったっていうことなんですね。で、なんでそんなに時間かかるかって言ったら信じられないんですが、許可取るのに FBI の本部交換を多く含む17人の承認取らないといけないんですよ。 これ、あの、お役所仕事うんたらかんたら言われる日本のね、お役所さんでもこんなことせんだろうと思うんですが、17人ですよ。もうこんなのありえないってね、あの、ブラディさんも言ってるんですが、それが必要だったので、もうめちゃくちゃ時間がかかって1、一回一回中断しないといけなかった。で、それだけではなくて、裏取り捜査自体にも制限があって、例えば大陪審は召集しちゃダメ。 ってなってくると召喚状を使えないので、証拠品とか銀行口座情報とか電話の通話記録とかメールの記録とか、そういうもの一切入手できない。で、事情聴取もできない。もう徹底した制限かけられていたっていうことなんですね。で、まあそんな中9月21日までのところで、なんとかまとめ上げて、で、司法省本部には、あの、ちょっと召喚状とか使えないから、我々はこれ以上手出しできないけれども、追加捜査の必要性ありっていうふうに報告してたってことなんですね。 この追加捜査って何のことかって言ったらその汚職関連に関して、バイデンの汚職疑惑は追加捜査の必要性がありだと。で、どうやらペンシルベニアだけではなくてニューヨーク州東部地区の連邦検察も協力して裏取り捜査してたってことなんですが、共通認識の結論としては FD1023 の報告内容、賄賂疑惑は、ロシアの誤情報と言える情報源は一切なかったというふうに結論付けているんですね。だから、 召喚状とかを使った追加の操作が必要だって話だったんですが、そのまま落とさたなしになっちゃってたと。まあいうようなことがレターの中でまとめられてたんですね。で、このレターが出た直後に、えっと、実はこのブラディさんなんですが、10月23日に非公開の議会宣誓証言してたんですね。 で、その内容のスクリプトを見た、あの、記者がまとめた記事っていうのがいくつか出ていまして、まあ、その中で、このグラスリーレターの内容を裏付ける証言をしてたっていうことも報じられてるんですね。はい。例えば、FD1023 の内容は、信憑性を示す十分な指標があったと。いうことで、FBI が捜査を中断するなんていうのは、ま、あり得ないと。 いうような、まあ、あの、状況だったっていうことをまず証言してるんですねで。あとは、ハンターのパソコンの存在、報道で知って驚いたって言ってるんですよ。これありえないんですよね。FD1023 の内容って、ブリスマの、えっ、ー、と、いやハンターがブリスマで働いてた時の話じゃないですかで。ハンターのパソコンの中って、あの、ブリスマに関するもの、めちゃくちゃ入ってるんですよね。で、なんならメールの中で、商品の操作ぶっ潰せない,いかっていうふうにお願いされてる利益も残ってるんですよね。 絶対必要なんですが、実は FBI それ隠してましたと。えっと、2019年12月の時点で FBI はハンターのパソコンを手元に持ってました。さらに言うと、11月の時点で FBI はそのハンターのあの Apple ID とかの合致、えー、してるっていうことで、あのパソコンを本物って知ってたんですよね。にもかかわらず、ブラディさんにはこのパソコンの存在一切知らせてなかったっていうことなので、まあ、この辺からもハンターの操作をぶっつぶしたかったんだなっていうのはよくわかりますよね。 で、こうなってくると、ちょっとここで一回まとめの話なんですが、FBI って、そのバイデンファミリー周辺に大量の CHS を仕込んでいたと。にもかかわらず、操作妨害してるって、これ意味わかんないんですよね。で、こうなってくると、あのー、目的は二つあるんじゃないか。一つ目は、バイデンファミリーを守るっていうこと。または、脅して、脅しとして使う。または、両方。 どういうことかっとて、これ僕ね、あの、ヒラリー・クリントンも同じケースなんじゃないのかなって最近思うんですが、あの、ヒラリー・クリントンといえば大統領選挙直前に、あの、メール問題再捜査しますって FBI が言ったがためにトランプに負けたっていうことに一応なってますよね。で、まあ、あれが直接のね、あの、原因とは,は思わないんですが、えっ、ー、と、ただ影響としては間違いなかったじゃないですか。で、あれ多分 FBI って、 ヒラリー・クリントンを脅そうとしてミスったんじゃないかなって思うんですよね。あの、<laughs> ね。えっ、ー、と、まあ、な、これ、これ言うぐらいやっても別にトランプに負けることねえだろうみたいな感じで高く食ってクリキントンを脅してみたら、あれ負けちゃったぞみたいな感じになったもんだから、え今回バイデンの場合はちゃんと守りつつ、でも俺ら知ってるからねみたいな感じのことで脅しにも使いつつみたいな感じなのかなと。まあ、一応今分析のね、いろんな記事出てるんですが、ブラックメールとして FBI はこれを持って たんんじゃないかとも言われてるんですが、まあ、ちょっと理由が色々気になってきますよねはい、っていうような話をしようって昨日の段階で思ってた中、今朝ですね、新たな話が出てきたんですね。えっ、ー、と、シ t u d e n t トランプっていう団体があるんですが、その創設者のライアン・フォーニアーっていう人がいるんですね。で、この人が今朝、ツイッターでトランプ大統領にも CHS 仕込まれてたっていうことを明らかにしたんですね。で、今のところ、このフォーニアーさんの言葉でしか、 出てきてなくて、なんのその裏付けになるようなもの、例えば議員さん、機密情報を知ってそうな議員さん本人の名前とかレターが出てきてるわけじゃないので、一応参考程度に聞いておいてほしいんですが、じゃこの CHS の内通者誰だったかって言ったら、マーク・メドーズ、大統領主席,主席補佐官。彼が FBI の内通者として、現職時代のトランプ大統領との会話を常に FBI に盗聴期で伝えていたというようなことのようなんですが、 あの、多分ね、あの、マーラゴの件もあったので、現職の時だけじゃなくて、あの、タイミング後もなんじゃないかなって正直思います。じゃないと、メドウズさんの態度でちょっと気になるところがいろいろあったので、はい。で、仮にこれ本当だとしたら、これね、多分、マーラゴの、あの、家宅捜索あった時にも言ったと思いますが、トランプ大統領、本当に誰も信用できなくなっちゃうぞっていう話なんですよね。マーク・メドウズさんって、その、側近中の側近なわけなんですよ。 で、多分ですが、あの、政権取った後の、あの、人事に関しては、マーク・メドウズをもう一回出席補佐官として、そこを柱にいろんなことを考えていると思うんですね。それが崩れる可能性があるので、これはね、ちょっと嫌な話だなって思いますけれども、ただ、ね、時すでにお阻止にならないように、ちょっとメドウズさんにはしっかりこれはね、説明してほしいなっていうふうに思います。はい。ちなみに、ジョージア州の裁判で、なんかメドウズが裏切ったっていう話があったんですが、あれはね、どうやら誤情報のようですね。はい。まあ、なので、あれは、ま、気にしなくていいかもしれませんが、 ちょっとこれ気になりますよね。はい。で、えっ、ー、と、一応このフォーニアさんが言うには、複数の連邦議員と、あとは、とある情報源から聞いていると。なので、確認取れている情報だっていうふうに言っているんですが、さらには、内通者の話を自分が知っていることを、なぜかメディアが知っていると。これちょっと怖いですよね。 で、直接自分に連絡が来たって言っていますし、あと他の元議員からも同様の説明をされたっていうふうに言っているので、はい。まあ、ちょっと気になるなっていう話ですね。はい。で、えっと、フォーニアさんはこの件はもう本当だったらウォーターゲート事件よりもはるかに悪い事件ではないかっていうふうに言ってるんですが、まあ、改めて FBI とか司法省の掃除って本当に必要なんだなっていうふうに思いました。はい。 というようなことで、えー、今回の動画を終,終,、えー、終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はですね、最近ジャガ君がですね、この、僕もね、これ悪いんですが、積み上げられてきたこの読んでない資料がですね、あの、よく、なんかあのななな、なんて言いんですかね。まあ、ガチガチ噛もうとするんですよね。はい。で、それで怒られて、えー、ちょっとしょんぼりして、 なんて言うでしょう。反省しているジャガくんですね。はい。えー、っていう、そのちょっと可愛いね、しょんぼりしたジャガくんで終わりえ、終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。